王妃ブランカの紋章ドーニャブランカの白ブランカで、ボルボンはカスティーリャオペドロ一世の境界法に照らして正当とされた最初の王妃。フランス語名はブランシュドブルボン。フランスのブルボン公ピエール一世と非イザベルド・バロアの娘としてバンセンヌで生まれた。兄にブルボン公ルイ二世、姉にフランス王妃となったジャンヌドブルボンがいる。もともと ブランカと結婚することになる、ペドロ一世については、カスティーリア・イングランド関係の修復のため、イングランド王エドワード三世によが、イングランド王女イザベラとの結婚が交渉していた。しかし、ペドロの父アルフォンソ十一世は、双方が非常に幼いことを理由に、これを拒絶していた。1342年、再度イングランド側はもう一人の王女ジョーンと、 ペドロとの結婚を申し出、二国間の同意に至った。しかし1348年、婚約のためカスティーリアへ向かったジョーンは、バイオンヌで、ペストのため病死し、二国間の同盟は、白紙となった。他方、王太后マリアでポルトガルと、最小フアンアルフォンソでアルブルケルケは、フランス側との関係強化を望んだ。強皇クレメンス六世は、アビニョンから、 カスティーリャ・フランス同盟関係を政略結婚によって強化することを助言した。16歳で即位したペドロ一世は、度重なるイヴァーニ・エンリケでトラスタマラとの貴族と都市を巻き込んだ戦いに苦戦し、軍事だけでなく経済の支援も見込めるフランス王国との交渉することとした。最初の候補者には、フィリップ六世妃だったブランシュ・デブルーが挙げられた。彼女は、 自身が家父であることを理由に、この提案を拒否した。1351年、バリアドリッドの宮廷で、フランス大使が正式な関係樹立に同意した。この時までに、非候補として、ブルボン工場であるブランカが選ばれた。興味深いことに、ブルボン工場を求めたにもかかわらず、中フランスのカスティーリア代表団は、すでに、 ブランシュ・デブルーとの結婚交渉をしていると繰り返したため、同じ理由でブランシュ・デブルーが再度拒否している。この件に対する弁明は目殺された。1352年7月2日、カスティーリャ・フランス間の同盟条約が締結され、その5日後に、ジャン2世が批准した。同年11月4日、ペドロ1世も批准した。フランス王は、 ブランカの持参金として30万フローリン金貨の支払いを誓った。同じ日に持参金分割払いの最初の支払いがなされた。またカスティーリャ側も未来の王妃に対して借款としてアレバロ、セプルベダ、コカ、マヨルガの所領使用権を与えるとした。もしこの借款が王母、マリアのものと釣り合わなければ双方が均等になるまで他のもので擁立てるとした。 もしブランカが、このないまま死んだ場合、ペドロ一世は持参金すべてをフランスへ返還すると、した。交渉、持参金支払いのすべてにおいて、ブランカがカスティーリアへ持ち込む、嫁入り道具も、同様に、ジャン二世が金を出して、念入りに行われた。父である、ブルボン公は、傍観的な地位にとどまった。ところが、 ジャン2世がクリスマスまでの2万5000フローリン支払いに手間取り、7ヶ月もの間目的地へ到着するのに遅れてしまった。カスティーラへの途上、ブランカは教皇インノケンティウス6世のいるアビニョンに立ち寄った。インノケンティウス6世は彼女の唯一の被護者となることになる。ブランカ自身はこの結婚を望んでいなかった。しかし、父、実刑、ジャン二世、 そして姉ジャンヌが彼女に運命を受け入れるよう、しいたのだった。1353年1月、ブランカはついにバルセロナへ入り、2月にバリアドリッドへ到着した。しかし母国フランスは、不誠実であった。クリスマスまでの支払いとされた2万5000フローリンは、到着していなかったのである。ペドロは結婚の延期を決めた。当時すでにペドロは、マリアデパティーラを超愛し、 彼女との間に長女を設けていた多くの歴史家は、この延期の理由を、マリアデ・パディーリへの愛のために延期したと、解釈しているが、真実を導き出すのは、非常に困難である。なぜなら、教会の高位聖職者がブランカとの結婚を認めた一年後に、ペドロは、フアナデ・カストロと結婚式を挙げているのである。支払いの遅延が結婚を遅らせたというのが近いと、見られる。 ついに、王母マリアと最小の圧力を受けて、ペドロ一世は、結婚式に同意した。1353年6月3日、ブランカとペドロ一世の結婚式がバリアドリッドで行われた。しかし、結婚式の2日後には、王はブランカを捨て、二度と会おうとはしなかった。母国フランスの他人行儀な振る舞い以前に、多くの定説や伝説が取り沙汰されたが、確かなことは、 王とインノケンティウス六世が書簡をやり取りしていたことである。教皇は法的にも教会法でも妻であるブランカを迎えて正しい生活を送るようペドロ一世に問いたが王は彼女との結婚は続けられないと突っぱねたのだった。一度は捨てられたブランカがペドロ一世に対して私たちはすでに夫婦であり私は何も失うものはないのです。と言ったとされている。 フランス王が、政略結婚の保証として用意する、持参金支払いを遅らせていることにペドロは怒り、ブランカに与えるはずであった所領を決して与えなかった。フランス王側も、彼女の高価な嫁入り道具の返還を求めなかった。王妃を捨てたことが、カスティーリャ国内に血なまぐさい内戦を引き起こす、きっかけとなった。 大側に対して、イボアにエンリケ側には見返りを望んだ大勢の貴族、アラゴン王子で、ペドロ一世やエンリケのいとこであるフェルナンドとファンの兄弟も加わった。その上、最初アルブルケルケ、ペドロ一世の母、マリアまでエンリケと組みした。ペドロ一世は、エンリケ側の捕虜となった。ペドロ一世に見捨てられた後すぐ、ブランカは、王母マリアと共にメディナシドニアで過ごした。 内戦が勃発すると、彼女は王によってアレバロ、そしてトレドのアルカサルへ移された。そこで彼女は、インノケンティウス六世へ王によって身の回りのものにひどく、不自由しているという手紙を送った。この手紙のために、ブランカの命令に従うとして、トレド市民が王に対して放棄した。多くの貴族たちがブランカの下に結集した。 ブランカは王に従わずにアルカサルを捨て、大聖堂へ避難した。その頃、ペドロ一世は、捕虜となっていたが、オバレオノールといとこたちに見返りを約束して、自由の身となっていた。1355年から1359年の間、ブランカは、シグエンサ城に遊兵された。その後彼女は、ヘレスデラ・フロンテーラへ移された。ペドロ一世はいとこである。 アラゴン王子たちに約束した領地と地位を与えなかったことから彼らにブランカを利用されるのを恐れたため遊兵されたとされる。ペドロ一世はウルエニアに隠れていたマリアデパディーリャの元へ戻った。ヘレスにあるサンフランシスコ教会1361年、ブランカはメディナシドニアへ使いを送り、自分は王とアラゴン王子たちの対立から遠い立場にいたと主張した。 インノケンティウス6世は王妃の解放を求める努力を怠らなかったが、ブランカはヘレスへ移されて間もなく、22歳で休止した。ヘレスのサンフランシスコ修道院に埋葬してほしいと、聖職者に告げてすぐ後に亡くなっていることから、ブランカの死は自然死だったとされている。故国の家族から遠く離れ、カスティーリアへやってきてから絶え間なく、 移動を強いられ、一箇所に安住することのなかったブランカが、その地位にふさわしい場所に埋葬されなかったのは、非常に気の毒なことであった。ブランカが、王の敵と手を結ぶのを阻止するために、ペドロ一世の命令で殺害されたという説がある。一説では、医師の作った毒廃を持つ、王の第9位手であるフアンペレスでレボリエドの腕の中で死んだとされる。 ブランカは存命の間に思い出されることはなかった。ペドロ一世が王を頂点とする先制体制を確立する中、古くからの権利を守ろうとする貴族たちが猛烈に反発した。彼女の生きた王国では、対立、殺人、命令の保護、戦争は日常茶飯事であった。教皇だけが不幸な王妃を救おうと支援した。しかし、西ヨーロッパは、この後、 戦争、飢餓、国死病の流行といった暗黒の時代へと沈んでいく。ジャン2世も、ブランカの父ピエール1世も、彼女を思い返すことはなかった。ただ一人、ブランカの実刑ルイ2世だけが、妹の報復を望み、彼女の死の5年後、カスティーリアへ拡大した100年戦争の遠征を行ったのだった。ありがとうございます。